皆さんこんにちは、塚田です。酒井です。中村です。金子です。大手です。今日は女子ダブルスシリーズアマチュアの方に向けたこの練習内容ですね。その内容はどんな内容ですか？はい、ポーチに出てほしい6つの場面の紹介です。ではこの6つの場面を一つ一つ、取り組んでいくような、動画にしたいと思います。では行きましょう。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは、ポーチボレーの一つ目の場面ご紹介いたします。相手がリターンの時ですね。相手がリターン、味方がサーブを打って、パートナーがサーブを打って、相手のリターンをポーチボレーでポイントを取っていく。2つ目は相手のバランスが崩れた時にポーチに出る。短いボールの時は相手のバランス崩れやすいので、その時ちょっと狙ってポーチボレー行ってみましょう。この場面、出る場面決めといてもらったら、こっちもそれに対して準備がしやすいというか、出たり出なかったりこうルールが決まってないと、出た後のカバーとかすごい僕のポジションも崩れるし、バランスもタイミングも崩れるんで、やっぱ決めといてもらいたいですね。そうですね、うん、よくチャレンジマッチとかであるのが、我々そのコーチ対そのチャレンジされる方の場合はいいんだけど、僕なんか特にそのフォアハンド一発とかサーブ一発とか持ってないんで、こうパターンを作って最後こうパートナーに決めてもらうとかなんで、でそれを僕一人三人一般の方で、上級ぐらいになるとはもうパターンが決まるんですけど、そうじゃないとそれ自体がポーチいかなかったりミスってしまったりで、意外と負けるパターンが多いんですよね、僕も。最後のそのポーチに出ないがために、だからそういうところなんじゃないかなっていうふうに、決めといて確実にその決めるというパターンを、決めといた方が楽ですよね、うん、3つ目は味方のボールがベースライン近くに深く入った時、ポーチボレーのチャンスです。今のはもう本当出ると思わないとダメだよね、あれをただ立ってるじゃなくて、もう今のおっていうような球は必ず出るって決めといた方が反対にいいってことだよね、あれを出られるからといってダウンザラインってなかなか対戦相手の心理として打てないんで、逆に出ないとダメってことですよね、それですげえダウンザライン入っちゃったらもう逆にしょうがないというふうに割り切らないといけないってことですね、そうですね、振り遅れたのもアウトだし、ダウンザライン来たんでちょっと戻れて戻ってくる、これでアレーコートに行ってしまったらもうしょうがないよね、スーパーショットですね。今の球行ったらもう出る決まり、はい、ってこと、あれはなかなかダウンザラインって難しいと思うよ。逆に打たせてもいいし、ミス誘うの。4つ目はラリーが同じテンポで続いているときにポーチに出てみましょう。5つ目は相手前衛がロブを無理して返球したボールが甘くなった時にポーチボレーに出てみましょう。相手のロブをペアがカバーもするので、オープンスペースを狙っていただくといいかと思います。もしも相手ペアのカバーがない場合は、ロブをカットした人の方向にポーチボレーを決めていただくといいと思います。ポーチまでいかないですけどね、なんか今のだと。でも全員がやっぱカットしないとダメ。それでは、6つ目の場面です。相手がアプローチショットで前に来た、またはサーブ&ボレーで前に来たなんて時に、ペアのストロークが、相手の足元に沈んだ時にポーチボレーに出てみましょう。相手がもう
ローボレーに入った時に一歩前に詰めていただくと、それだけでもボレーをする人はプレッシャーがかかるので、動きを入れてみてください。はい、以上になります。今回6つの場面をこのポーチを想定して取り組んだんですが、それぞれこの得意なそのポーチってあると思うんですけど、使い心地どれが一番効果的というか自分の中でよく対応しますか？そうですね、僕はやっぱり自分のパートナーが沈めてくれたのを、それを狙って出るのが一番得意ですね。結構もうダブルスのセオリーって言ったらセオリーですね、はい、それはね、はい、中村コーチはどういうパターンが？私は自分のパートナーがサーブってくれたボールに対しての反応が好きです、うん、仲間コーチはどちらかというとダブルスに特化した動きができるから、そういうことも可能になるわけですね。大津コーチはどうでしょう？はい、スピン系なので結構足元に落としてパートナーに決めてもらったりとか、うん、まあ、ダウンザラインにロブショット打って、まあ、高いところで触らせるようにしてるとか。そうですね、うん、まあ、それぞれは、まあ、今回6場面をやったんですよね、まあ、その中で何場面ぐらいできたらいいですかね？まあ、全部できるに越したことはないんですけど、そうですね、うん、3つぐらいは、3つの場面ぐらいは出れるように、ポーチボレーできるようにしていっていただきたいですね、うん、では自分がやってみて、まあ、得意なショットも含めて、あ、これはできる、これはちょっと難しいかな、まあ、この最初の2つ3つをやってみようっていうのを、それを磨いていただいてもいいですよね。それができる感覚をつかめるようになってから4つ目5つ目とか付け足してもいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに僕はですね、パートナーが深い球を打ったのを前でちょこちょこ動くのをよくやるなというふうに思いました。はい、では今日はですね、6つの場面のポーチの練習にしました。皆さんはね、それぞれ、試合などで活かしていただいて、試合で結果が出ればとても嬉しいですよね。ではこの動画を終了したいと思います。では皆さん、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、プレミアム版のお知らせです。 YouTube はですね、なかなかこう細かく取り組めないことをプレミアム版でですね、プログラムを含めて取り組んでいます。ぜひそちらの方もお申し込みください。